稲市駅は長野県稲市新井にある東海旅客鉄道飯田線の駅。稲市の中心駅である。ホームから駅舎を見る相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。駅西側に駅舎があり、ホーム間は稲北駅方に設置されている。古選橋で連絡している。古選橋が設置されるまでは、辰の方に校内踏切があった。一番線のトイレ横に水車があったが、 現在は撤去されている。また、2番線には待合所が設置されている。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、上、片桐駅、宮城駅間の各駅を管理している。JR 全線切符売り場、自動券売機が設置されている。東日本旅客鉄道長野支社管内の主要駅に、自動改札機の設置が始まった2005年3月当初は、 ここから発行される切符は、磁気券ではなかったため、自動改札機を通ることはできなかった。現在は、磁気券が発行され、自動改札機に対応している。かつて駅構内には、キオスクと、改札内一番線からも注文が可能な、立ち食いそば屋があり、駅弁なども販売していたが、2006年12月に、経営する稲谷駅弁の倒産により、閉店、 キオスクも2009年10月に閉店した。トイレは改札口の外に設置されているが、駅構内からも利用できる。稲市統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。隣の稲北駅とは徒歩15分ほどの距離にあり、市街地が連続している。稲市の中心駅として、駅前に商店街が整備され、再開発ビル稲瀬の中に82、 銀行稲市駅前支店、その西北に稲田や市郵便局等も所在する。駅前にはと稲バス市内西巡観線の乗り場があり、稲谷よいが、岡高校、高藤高校の最寄り駅のため学生も多い。南西に、徒歩3分の位置に、稲バス一般路線、新宿方面への中央高速バス、名古屋方面への中央道高速バス、大阪方面への高速バス、 高東城方面域 JR バス関東が発着する稲バスターミナルがある。JR バス関東は2021年3月31日まで駅前に乗り入れていた。稲市は上稲地域の中心都市であるため、長野県の行政機関である上稲地域振興局、稲建設事務所、稲保健所等が入居する長野県稲港同庁舎が西北へ 徒歩2分の位置にあり、その先5分程度で、長野地方裁判所稲支部、稲税務所、稲区検察庁、さらに駅前には自衛隊長野地方協力本部、稲地域事務所等の国の機関がある。駅裏には、アルプス中央信用金庫本店、日本政策金融公庫稲支店、稲市立稲図書館があり、さらに東へ向かうと天竜川、国道153号へつながる。 JR バス高等線は2021年4月1日より、稲バスターミナルに乗り場を移設。詳細は、稲バスターミナルを参照のことまんが、究極超人 R の OVA は、飯田線を舞台にしていて、稲市駅も登場している。2012年からは、稲市役所の有志主催で、登場人物が行っていたように、田切駅から東駅までの間を1時間以内に、 自転車で走破するイベントが行われている。a b c d e f g h i j k l m n o p シナの毎日新聞社出版部、長野県鉄道全域増補改訂版、シナの毎日新聞社、2011年7月24日、189ページ。ISBN 9兆7847億8407万1647。ABCDEFG。 週刊 JR 全駅、全車両基地51号、飯田駅、稲市駅、大嵐駅ほか64駅、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2013年8月11日、12から13ページ、AB 駅掲示用時刻表の案内表記。これらは、JR 東海公式サイトの各駅の時刻表で、参照可能。 日刊再造史内の毎日新聞、ありがとうございます。